ファンであり、グラフィックデザイナーのシャウリア・ネイヤーが、2024年のレッドブル RB20 のデザインを公開した。2023年の F1 シーズンが終了し、次なる興奮を求める中、ファンとグラフィックデザイナーが共同で描く、2024年のレッドブルのカラーリングコンセプトが注目を浴びている。2023年シーズンの終了後もうすぐだが、すでに、ファンたちは、2024年の F1 シーズンを待ちわび、特に、 2月初旬に予定されているカラーリングの発表に熱心だ。ファンエンゲージメント、ファンとの間の強固な関係性も厚い。F1 ファンの情熱を引き立てるため、熱狂的なサポーターであるグラフィックデザイナーが、2024年のレッドブルチームのオールホワイトのコンセプトデザインについてのビジョンを共有した。シーズン開幕戦が迫る中、ファンの期待をかきたてる出来事は、カラーリングの公開。その期待に応えるべく、シャウリやネイヤーは、 レッドブルの2024年のデザインをソーシャルメディア上で公開した。彼らのコンセプトは、白をベースに黒と赤のアクセントを効果的に組み合わせたもので、大きなレッドブルのロゴがエアインテークやシャークフィン、フロントノーズに生えている。近年、ファンからは従来のデザインからの新しいアプローチを求める声が上がっているが、レッドブルはこれに挑戦している。メイヤーは、彼のオリジナルの2024年レッドブルコンセプトのカラーバリエーションについて、 デザインはネイビーベースを白ベースに変更しグラデーションを削除したとコメントしているもしもこれがレッドブルの正式なデザインになるならばファンは大いに喜ぶことだろうコメントファンでありグラフィックデザイナーのシャウリア・ネイヤーが2024年のレッドブル RB20 のデザインを公開し注目を浴びているという記事かっこいいですね